おはようございます。お疲れっす。なんか機嫌悪くないですか？どうしたんですか？もう最近僕落ちたんですよ。落ちちゃう？セブンイレブンで。セブンイレブンで車の中で寝ちゃうんですよね。もう体が痛いっす。今日は何するんですか？今からちょっと体整えていきます。整えに、はい、ついてきますか？はい、もちろんついてきます。いいとこあるんですよ、吹き足らずに。そうなんですか？はい、サウナ。サウナ壺屋。お、いいですね。壺屋、吹き足らずの、本当めちゃくちゃいいサウナですよ。熱いサウナ、男の楽園、そんなとこですね。行きますか、じゃあ。お疲れっす。お疲れ様です。到着しました、サウナ木更津壺屋、男の楽園です。このサウナってめちゃくちゃ暑いんですよね。このいろんなスーパー銭湯あるけど、サウナめちゃくちゃ暑いです、ここ、で整いやすいです。で休憩室もすごいいいとこで、テレビが3台あって、ソファーがあって、で漫画もいっぱいあって、でお酒を飲めるし、出前もできるし、楽園なんです、ここ。ここで僕の体毎日整えてます。ではちょっと行ってみますか。1番と5番で、はい、はい、じゃあ行きますか。ほとんど毎日来てますね。仕事の前とかここで毎日整えてます。ここで起こしてもらってますね、朝。さっき言ってました。言ってました。すごい助かるんですよね。夜中の12時ぐらいに起こしたの。そう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 、寝てて起こされるんです、ここで。
スーパードライ一つお願いします。スーパードライ。はい。うまいっす。豆腐。うまいっす。いっぱい具入ってますこれ。どれがいいですかね。カレーですか。辛いやつ。チーズカレーとかいいですよね。じゃあすいません。チーズこれお願いします。でご飯大盛りで。はい。なんか男のオアシスって感じでしょ。体洗って体の疲れ取って。でテレビあってサウナあってビール飲んで漫画とか見ました？漫画見たいっすね。まだ見てないっすね。漫画いっぱいありますからね。めちゃめちゃいっぱい。最高。そうで、あと出前も頼めるんですよ。あ、出前頼めるんですか？そう、あそこにメニュー表あるじゃないですか。はい。でここで寿司なんか食えますからね。そうなんですか。そう、すげえな。最高。刺身とか一日入れちゃいますね。一日入れますよ、もう。なんで結構休みがあったらずっとここでゆっくりしますよね。あ、でも休みがないんで、はい、大体来て2時間3時間くらい、うん、でここで8時に起こしてって言うと起こしてくれるんで、はい、で起こしてもらってそこから仕事行ってるって感じですね。で夜朝4時まで。そう、朝までやってでもちょっと寝てでまたここ来て。最高ですよね。そう、これが僕の健康の秘訣ですよね。あれっす。お兄ちゃん。カレーライス大盛りの。はい。ラッキョウと福神漬けもついてる。
若くて元気だよね。元気だよね。はい、元気。西山さんっておいくつになるんですか？西山さんは41とかって言ってた気がします。まだ若いんだね。結構定期的に来られてるっていうのを伺ってたんで。へえ、うん。まずほとんど寝ちゃってるよ。夕方来ても。お風呂場の中で。お風呂場の中で、うん、向こうでですか？そう。水風呂で寝ちゃってたり、ここ寒くなるとお風呂場の中のお風呂で寝ちゃったり、前はサウナの中で寝ちゃったり、ね、危ないですね。今4時から、あ、長い日は朝10時から夜中の4時まで。そうだね、仕事だからね。何時、もう朝は何時から？うちは11時から、うん、夜の12時まで。あ、やばい、うん、そうなんですね、うん、だから西山さんなんかは夜の時はだから夜の12時に閉店の時に起こして、はい、起こして帰る。だから疲れちゃってんだから車の中で寝ちゃってる時もある。あ、なんか今朝のセブンイレブンで寝ちゃったって言ってました。そうですね、うん、まあ、だから壊すよ。とにかくちゃんと睡眠とってさ、はい、ご診断やらないと。本当ですよね、うん、西山さん、時間ですよ。大丈夫ですか？お疲れっす。整いました。もうサウナでも汗かいて、もうこれから仕事頑張ります。また木更津の美味しいとことか木更津の楽しいところいっぱい紹介しますよ。今日は男の楽園、いや大人の楽園の壺屋さんでした。アリッス。